ハロー、スラマシアン、こんにちは。カリーニ、ブラジルバサジュパン、トゥンタン、ムンバーチャバサジュパン、タントリスバサジュパンや。はい。まずですね、読みの方ですね。はい。土川そば。土川そば。これで、岩手名物。岩手名物ですね。はい、ここが岩手県岩手郡岩手町大麻坊っていうんですかね、ちょっとこれ分かんないですけども、はい、 2-22-1 電話ファックス 0195-624763 ですね。これ漢字の数字になってますね。そしたらこの土川そば、これですね、書く漢字のですね、書く練習してみましょう。土川そば、チョバ、ブラジルバスタジュパン、トゥリスヤ。はい、まずですね、土っていう字ですね。はい、土ですね。これが土です。はい、これで土ですね。土。バサイヌルシア、タナ。はい、タナですね。バサイヌルシア。これが土。次に川。川行きましょう。はい。はい、川は、スガイですね。はい、川、こう書きますね。川、川。はい、これで川ですね。で、インドネシア語がバスインドネシア。はい、すがい、川ですね。で、次に、そば。そばですね。そばは、みそばですね。はい、そばは、さとまちゃん、み。はい、これが漢字ですね。漢字。はい、そばですね。インドネシア語はちょっとわかりますけど、ミーそばや、ミーそば。はい、漢字もう一回書きますね。はい、みそばや、みそば、これがそばですね。で、さっきのこっちですね、段ボール、はい、こっちの方はですね、土川そば、そばですね。土川そば、このそばですね、漢字使ってたりひらがな使ってたりすることが多いですね。カロそば、アダトリサニア、クドワビアサニア、漢字ダンひらがな、クドワニア、ムグナカンやワクトゥトリス。ダンカロー土川そば、ムグナカンパカイチュマヒラガナや。はい、そしたらですね、土川そば書いてみましょう。はい、じゃあ練習ですね。
土皮そば、はい。土皮そばですね。はい、このようになります。今回そしたらですね、勉強ですね。岩手名物土皮そばでしたね、はい、ちょっとちっちゃくですけども、岩手、これが、岩手プロフェクチャル岩手や東北ですね。岩手は東北です。はい、東北の名物、はい、名物、ちょっと今名物の名こうやって書きましたけども、本当はですね、こうですね。はい。まあ、早く書くときですね。ヤントリスチュパッカダンカダン、ブギトサジャ、カローサヤ。はい。まあ、こういうふうに書いたりしますけど、本当の書き方はですね、ちょっと書き順違ったりしますので、その辺はですね、注意してください。はい。じゃあ、今日はですね、勉強ですね。ブラジルバサチュパン、土川そば、や、トリサン、ダン、ムバチャ。